つか大人になったら小さなカフェを始められたらなって。面白いネタあんだけどね、客が次々に行方不明になるカフェがあるっていうんだよ。いらっしゃいませ。何でも自由にできればみんなうまくいく。私はそれでもダメだったよ。ここに来る前の私は自分の筋肉が全てでした。もう死んでしまいたい。誰でもよかったんです。殺すことができれば。結局みんな自分のことしか考えてないんだ。骨髄移植をご存知ですか？どうせ捨てる命ならその命をリサイクルしませんか？自分の意思でここに来たの？骨髄を提供します。例のカフェですが、どうやら自殺志願者を集めているようです。その負い目から逃れるために連中を利用してるんだ。やめて。骨髄提供して誰か一人でも救えたら私も死のうって。でも全部無駄だった。僕に骨髄をくれてありがとう。